あなた人狼ですね。はいかいいえで答えてください。まあ、答えるのするけど。かきかまですか。回数がミュートになってない。あ、のじゃじゃ戻ってきた、ちゃんと。亀井さん何やってんだこれ。え、なんでこの直してなかったんだ。いやこれむずいなマジで。人狼じゃないんだ。はい、はい、珍しい。どこ出た女一番最初に死んでる、ロゼピンが死、ロゼピンが最初に死んでる人狼じゃないと即死するロゼピン。リアクター通るとこのあの通路あるじゃないですか。うん、うん、俺さっきそこ通ったよ俺。ですよね。そこ殺しやすいんだよね。そこと亀下さんとくん、くんさんが通ったと、そこ扉開いたら亀下さんをなんか待ち構えてたんですよ。ドア？ドア、そうなんです。あのどっちから通ったのそれ。下から。それやったら弁当ありえるよ。ロッカールーム。え、死体どこ、死体。死体がその弁当、弁当側なのか、それとも通路の上か下か。そうそうそう、それによって変わる。弁当で、弁当で逃げれるよ、それなら。通路の下だと弁当迷う。ていうかさ、暇人通報遅くない？俺とす、俺なんかさ、だから扉が閉まってた、扉が閉まってて通報できなかった。死体が見えてた。俺カフェテリアあたりに行ってたよ。俺クンさん、嘘ついちゃダメじゃないですか。え、いやだから俺 Y 字のところにもう行ってたよ。嘘じゃなくない？だって暇人と俺すれ違って、すれ違ってだいぶ時間経ってたっしょ。まあ待ってくださいよ。説明しましょう。通路が、くんさんがタタタタタタって降りてきたんですよ。僕がその時にロッカールームからサッと入ったんですよ。そしたら、ロッカールームでくんさんとすれ違ったんですよね。さってどこに入ったの？だロッカールーム見た。言ってで、ロッカールームから、ほんで、まあ、リアクターに行こうとこう通路前に立ったら、そこにね、死体がポツンと一個あったんですよ。死体ってどこにあったんだっけ。もう弁当の横よ。あの暇人さんはなんですぐ入って通報しなかったんですか。だか扉が閉まってたんですよ。え、だ扉開いてたでしょあそこで。え、だから扉ちょうど閉まってた。食い違ってる意見。これクンさんカフェテリア、俺カフェテリア、俺カフェ、うん、どっちかの気をする。別にどっちでもないことありえるよ。だって弁当に、弁当で逃げてたらだって逃げれるし。あの速度はクンさんです。クンさん通り過ぎてドア開いて見えてたんでしょ。だって俺それなら俺弁当で、いや暇人だったら、だったら俺弁当で逃げてるよそもそも。そこだったら俺だってわざわざすれ違うために移動しないっしょ。弁当で逃げれるんだよあそこ。クンさん、これ20万人の子供が見るんすよ。嘘ついちゃダメじゃないですか。いや暇人じゃないかもしれないからスキップする。あ、入れちゃった。え、マジ？俺クンさん。なんで暇人？なんで暇人？なんでのじゃさん俺に入れた？人狼の時たまにある。え、これクンさんか亀下さん、これ覚えてて。はい。じゃあ俺、じゃあ暇人と。どうしようかな。こんくらい派手に殺していかないと話になんねえもんな。カキカマ派手に殺してくんねえかな。ちょっとベントに逃げるか。あー殺せねえなこれ。
ちょっと弁当マスターしてるけど、書きかましかいないなこれ多分。やべやべ、終わるぞこれ。よし、誰かとアリバイ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 。シマジンアリバイにしよう。カキカマもうちょっと殺してくれよ。ダブルキル決めたぞ俺。カキカマとコノンか。はいはい。おばいちさんがランチパッドで亡きがらとなって発見されました。ランチパッド？違います。俺ヒマジンとカフェテリアで会って、カフェテリアになぜかヒマジンがトダトダ言ったから俺がストーキングしてついてって、そうでそれで鳴ったから俺なんだっけリアクターの方行ったんだけどヒマジンなんでついてこなかったの。俺これ絶対オパイチさんどっかで死んでると思って、これ最後マットベイでオパイチさん見たんですよ。はい、これまあおばいちさん殺されてるだろうと踏んで、これランチパッド行ったら案の定なんで怒んだよそんなこと。勘ですよ。なった時は全員ヒマジンさん。でもこんな事前に2回もするかな。そう、そんな頭いいかな、まあ、ヒマジンさん。バカだと思ってる。いやまあ確かに確かに確かに、ちょそれは納得できるかも。これも赤です。今の発言僕許せない。それは確かにな、ヒマジンじゃないような気がする。そんな頭いいような気しない。確かに2回連続自作自演できるほどの頭はないな。度胸もないか。いや少なくとも最初の1キルかこのオパイチの1キルどっちかはヒマジンじゃ絶対ないと思う。で2キル目はオパイチを報告する必要ないから、そもそもだからこのオパイチキルだけは絶対にヒマジンじゃないし、なんか報告するメリットがインポスターとしてないような気がするんだよな。なるほど。弁当で速攻入ればいいっしょ、ランチパッドにいたんだったら。だったら暇人じゃないような気がする。この信じてくれ、これクンさんとカメスタさん。え、私カメスタ、カマスタさん1個質問いいですか。はい、あのバルコニーの右の方でタスクやってたじゃないですか、あれ何のタスクでした。バルコニーってどこだ。カフェテリアの下、あのカフェテリアの下のブロードアみたいな、こう何のタスクありました。確か何だっけあれ。終わりじゃないですか。これカメさん。だから言ったじゃないですか。これロゼピンさんの死体を前にしても、カメスタさんは報告しなかったんですよ。カメノジャかカメカキじゃないですか。カキカマさんないと思うんだよね。リアクターなんか。これカメスタさんに入れます。はい、そう、リアクター一番最初にやった。俺はカメスタさんに入れます。じゃあ入れちゃおう。あ、投票できた。これ違ったら多分なサボタイされるから速攻で行ってきて。これ e スポーツだなこれ。はい、俺違うっしょ、ヒマジン押さないでしょ、押さないでしょ、俺ヒマジン殺してるっしょ。いやこれ、いやこれクンさんだと思う。いやなんで、いや俺だったらさ、あそこ取ってたから俺ヒマジン殺せたよ。ヒマジンが来るときにだってキルの範囲的に殺せるし。いや確実、いやくんさん、信じられないっす。もうその黒く塗り固められたその言葉、なんでだ。かきかま、かきかま、なんでヒマジンかきかまとのじゃじゃ切ってんの、黒を。え、これでも鬼二人いるじゃないですか。だからかきかまのじゃじゃの可能性とかがあるのに、なんでそれを考慮してないの。あとこのとか、初めのこの通路でくんさんが死体をスッと死体の方からも、こいつ沼村な気がするな、なんか。多分コノは多分村だから、カキカマかノジャジャだと思うんだよ。わしはずっとコノは村であると思う。俺も
で今この暇人は絶対村だから書きかまかのじゃじゃだと思うんだよね。タスク直したのは俺。でもこれタスクあるでしょ。残り少ないでしょタスク。これタスク終わってる。あと誰？誰？俺も終わってるよ。あと終わってないの誰？幽霊じゃないの終わってないの。おああ。全員終わってる？俺終わってます。終わってます。はい。覚えてない。じゃあこのカフェディリアの机の周りでぐるぐる回る。これ誰か繋ないとまずくないですか。だって殺されたら終わりじゃないですか。ああ本当だ。そうだ終わりだよ。このさあとどれくらいのタスクがあんの？なんかそれ一つだけだったらあのブーブー鳴ってる最中でもクリアしたらいけるよ。ああと何個あんの具体的に。1個だったら多分覚えてない。ガン無視していってで殺されたとし、あでも殺されたら終わり。もう2人でも20秒以内に行ける場所にある。ちょ黙れ暇人。ちょっとお前うるさい。いやクーさんでしょ。どこにある？タスクの場所どこにある？覚えてないですよね。何のタスクだった？そもそもやってたの？何のタスク？なんかバルコニーの右のタスクはやった覚えあります。どういうこと？あとラボもやった気がする。おい俺に入れただろお前。ふざけんな。じゃあどうする？みんな信じてくれ。スキップ。俺暇人入れるよ。暇人入れるよ。クラさんに入れてくれ。なんでだよ。いやそれそうでしょ。危ないでしょ。意味わからん。殺されたら負けるんだって。だから終わらせりゃ終わりだろ。これ信じてくれ。信じて。ちょっと待って、ミュート。20何秒か。のじゃじゃ殺そうぜ。やばい、めっちゃ狙ってる。これ暇人、暇人、はい、沼るな。多分お前は沼だけど、村だけど沼るな。クンさんなんだってこれ信じてくれ。頼む。なんで殺さないの？なんで殺さないの？一発。だって殺せば終わりじゃないの？じゃあこれ45秒だからこれ。あそっか。そう、うん、結構ある。ああ、ね。私タスク終わってました。あと。じゃああとあとじゃあ幽霊だけじゃん。幽霊いないかもしれない。意味ないこれ。頼む。誰か釣った方がよくね。釣るの？だって幽霊がトロールしてやってないんじゃないの？そう。じゃあ終わりじゃん。いやだから誰か人狼釣り切って終わればいいよ。人狼釣っていくしかない。幽霊のじゃじゃじゃないの？くんさんこの。じゃあ俺と誰なのじゃあ。これ今のなんかいきなりのじゃじゃに塗ってきたくんとこの。は？だからこのは村ってさっきのお前さあ、あのさ、でもクンさんは黒なんだよ。バカでも俺バカでもクンさんは黒なんだよ。とりあえず証拠がないじゃん。いやでも最初のあれだけ最初のあれだけで言ってるだけでしょ。そもそもそうなのよ。でも黒なの。でもこっち目線わかんないから。暇人村でこの村、まあ、のじゃじゃでいっか。のじゃじゃと暇人かのじゃじゃかこのじゃない。かきかまかのじゃじゃだと思うけど、どっちかすればいいかな。それはリアクター現地の時リアクター来ないと思うんだよな。リアクターが何？リアクターのあれじゃないですか。それ誰？どっちが来たのそれ。ちょっと1個前。1個前のその誰がそのリアクターの私とかきかまさんで一緒にやって、そう。その後になんかみんなダーって来たから。かきまさんインポスターだったら一人で来ない気がする。じゃあのじゃで。いや俺ひまじさん信じますわ。くんさんだと思いますよ。何を急にだってのじゃじゃさのじゃじゃお前なんでかきかまのじゃじゃかきかま切ってるのおかしくない？誰と俺を信じろ。投票した時瞬間にあれなんだよ。お前なんで入れなんで投票してないの？なんで投票せんかったん？討論中だったごめん、ね、人の討論中ですからすいません。ユタじゃないか。あぶねえマジで。カキカマ何もしてないじゃん。何もしてない。サボタージュ任せよう思って。何もしてない。あの最後の瞬間殺せばよかった。あののじゃこのカキでいた時。殺せばよかった。20万人の子供に嘘ついて楽しいっすかそれ。いや楽しいよそりゃ。いややば。もう一試合。もう一試合いきますか。そう。うまいね。はい、やりますよ。
カスタムしよう。え、まだちっちゃい声。いや、もう大丈夫。え、カスタムで、カスタムであれしたよ。あの、服めちゃくちゃあるよ。ビジュアルタスクなしね。隠しろタスクないからね、これ。了解。はい、はい、行きまーす。隠しろタスクない。なんか、あの、見える、上ポンとか見えるやつが見えない。何ですか、それ。ちょうどいいな、あった。お前、初心者語りしてる、こいつ。ちょ、ちょ、まずい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 。俺、これ死ぬ、死ぬ。ちょ、待って、死ぬ。オッケー。あぶねー。もうフィックスライトとか言ってんの？早えな。で、言っても無駄だろうな、これ。多分。おー、びっくりした。何やってんの、あれ。この、この何やってんの、あれ。あ？姫。え、姫が行った？どこ？死んだかと思った。待って、マップがわかんない。マップ貼ってあるよね、レイさんが。え？いや、これ違うマップだよ。ああ。あれ、上の方。あの、あれ、停電直すところ、多分。わからないです。ああ、トンネルで行く先、ドアが開いて。なんかね、茶色とね、なんかが出てきた。茶色となんか、ちょっと待って、それ一番重要だよ。これ見れる。はい、貼ったよ。貼ったよ。ナイス。どここれ？このオフィスってところで。オフィス、はい。そう、停電なって、向かって入ったら、死んでた。え、茶色はなんで通報しなかったの？え、俺普通に直してて。ガチで気づいてないっすよ、くんさん、俺。え？いやいや、もういいから。茶色と何色？いや、茶色ともう一色忘れちゃった。じゃあもう一色誰？白？いや、白。そう、白っす。これ白っす。黒。自分で言えばいいじゃない。意味が分かる。もう一人誰いたの？もう一人言えばいいじゃん。誰だ？うん、暇人さん誰？もう一人。え、俺ずっと直してて俺気づいてなかった。ロゼピンでしょ、もう一人いるの。ロゼピンが？うん、私。なんで、なんで逃れる、逃れがなくて。なんか名乗り出んの？え、何、逃れようがなかった？なんかさ、なんか、なんて言えばいいの？私が乗れられないって何？なんか違う、アリバイがないなと思ってずっと考えてて。いや、アリバイいんの？人狼がないの。いや、暇人釣ればよくわかる。違う、ちなみに、コノは違うよ。コノは、あの、あそこ行った。デコネーションのあの通路のところで、なんか自分のタスクしてた。これもですよ。あ、いたかも、ノジャも。コノに重なってました、今。え、クンさん初動停電の時ってちゃんと俺はデコネーションのところ、いや俺はあのごめんちょっとメタなんだけど、あの、はい、最初止まってて、ちょっとこれ暇人でよくね。これロゼピン行きましょう。暇人でいいか。ロゼピンで行きましょう。暇人じゃない気がするけど、まあ、ロゼピンの方が絶対な気がするけど。いや、わからん、俺ごめん、入れなかった。え、これ男女差別だ。言い出しといて入れられないってどういうことよ。男女差別だ。してるくせに。なんか微妙。インポスターってわかる？ダメじゃん。わからん。バカだろ。あいつわかりやすすぎだろ。どんだけ雑魚いんな、あいつ。あ、ちなみにビジュアルタスクが、この見ても、ん？いいや、もう、大丈夫っしょ。タスクやっちゃうわ、俺。知らない。知らんぷりしてタスクやります。さっさと終わらせて、なんか監視の方やろ。え？え、大丈夫？え？あー、びっくりした。あ？どうやって止めたの、それ。え、誰が止めたの？ O2 下のやつ止めたのか、先に誰かが。よくわかんないな。怖っ。こっち行くか。何も言えないね。よし、とりあえず電気は全部やったから。なんで MS 直さないの？
なんでなんでこいつ直さねえね。よし、オッケー。な、あ？このちゃん、はい、このちゃん、コミュニケーションで死んでました。あ、はい、ラジオ直しに行ったのか。なんだっけ、上の方の俺と MS が無限にできないよできないよってやってた、うん、上はね先に上行って、で MS やってるから下行こうと思って下行ったら、このちゃん死んでました。小林さんはどこにいました？俺ずっとねラボラ取りいたよ、あのトンネルの向こう。思います。あのオレンジ色の子は何してたの？あのですね、まず最初ですね、クンさんがあの食料のところあるじゃないですか。これかん、ちょっと待って、あのわかんない。グリーンハウス？カフェテリアですか、ね。あ、食べる方。あ、はいはい。カフェテリアの方から来たじゃないですか、タスクなる前に。はい。ちょっと前なんですけど、はい、それであのあ遅かったからこれ人殺してるのかなと思ってそっちの方見てたんですよね、タスクがなってる時に。うん。でその後、まあタスクまだ終わんなかったからコミュニケーションに行ったんですよ。そしたらなんかロゼピンがコノの下の前で突っ立ってて、で俺が来た瞬間になりました、この人鳴らしました。だから完全にロゼピンさんしかいない。多分さ、暇人がさロゼピン入れようとかって言ってさ安直な身内切りしたんじゃないの？まあ、いやそんな雑魚しようがり分からないけど、ノジャジャの意見は分かんないけど、私は単純にえでもノジャジャの意見っていうか、ノジャジャはだって来たから合ってるんじゃないの？ロゼピンは、えロゼック目線で黒い人誰？おじゃじゃがいた。なんで？その突っ立ってたわけじゃなくて、この殺してた？突っ立ってたわけじゃなくて。違う。あのボタンを押せなくった。あのあ慌てちゃって。切る？切るボタン？切るじゃない。切るじゃない。切るじゃないよ。俺が行った時。切るじゃないよ。違う。おじゃじゃが行った時はもう死んでたんでしょ？死んでてなんか立ち去ろうとしてたよ。マジか。あれなんか話どんどん持ってない？え、ちょ待って、のじゃじゃなんかさ、話2点3点してない？でも女釣るか。あののじゃじゃではないのか。でも女釣るか。え、なんでおかしい。それでも女釣るか。ああ、よくないよ。でも女釣る。スキップ押せばよかった。え？スキップ押せばよかった。でも女釣るか。いや、よくない。雑魚雑魚。いやマジで。え、ちょクンさん聞いてください、これ。これ停電直してたら知らない間に足元に死体が一個出来上がってたんですよ。無理だろって。だって暇人がなんかもっとなんかいい言い訳あると思ったのにさ。いや無理だろ。鬼振っていて。あの二人で一方通行の。二人で出てったらもうどっちか身内切りするしかないもん。無理だろ。悪い。クンさん、俺何殺されました今俺。じゃあお前が女を守れんから悪い。女バカにするからだよ。女バカにするから悪い。いやでもあの殺害はバカでしょ。いやいけると思ったよ。この入ってきて。いけないと思うのに。はい。